このビニールもかすらやかへんのかやな。どうですかね。ねうんな動物園が。わかりません。こんたまた。さ。こんたまた仕事だからよ。どうだな。いろいろ入っとったぞ。ほら。もうスイカにはもう全然見えんの。スイカジョーカーやだな。ひょうたん。ひょうたんちゅうか。あいや。ヘチマやね。まあ、スイカちょもやスイカ。こんな割れんごこいで済むかいね。一気にやるか。うわ、たきなだねでな。まあ、いい勉強になったな。わかめでスイカ、あスイカ割れると、あスイカじゃなか、スイカ、スイカです。よし、こいで、こいで、とりあえずこいの上からやれば引っ張しなんどれ。そう、皿いらんない。あ、皿いらんけな。うん、だんだんスイカに見えんようになってきたな。スイカです。スイカです。これで、これかすりゃスイカや。俺スイカに見るとどうかな。もうどっから見てんな、どっから見てんスイカやったよ。ほらその風船もいらんっちゅう感じや。いや、割れたか割れないかわからないでしょう。割れたかどうだか食べてみようちゅうやな。ほら、うわぁ、もうスイカやない。どっから見たちな、スイカです。おばさんが下回ってみるんだから。なしかったやろか、あんさんのお待ち。こんまいも来ちょったほうがったがち。また来ゃいけなバカなこじゅすったろかやち。よっしゃ、いよいよスタートですね。バカに竹沢。いいことかや。あ何かいたけ。よし。もう竹シリーズばっかやな、おや。いやいや、竹やっと。目隠しをして、ああ目隠しじゃないかな。まあまあ自分で、あで50メーター先から走っていくったとは。ああ腕、ああほら、あ右左とか言うてな。ちゃんとな、ちゃんと言うのしてよ。それなんでボケて海に困したいとかそういうことは別に先輩が。それはちょっと困るよね。やっぱこれは真面目な実験だから。やっぱ相手がなさと弱さだから、まあその辺はもう心得て。これなさと弱さどこに絡んでるわけ。ああ人類初、人類初をやってるわね、みんなね。俺もそう。いや、ここで目隠したて歩んでいかなんだよ、あっちで。じゃあ、まああのスタート10回やな。10回回らないかんな。あっちで撮ろうかな、またな。ぐるぐる回って一緒にこう歩いてこないと撮れないでしょ。うん、え、あっちから歩いてくると、ここまで歩いてくるよ、で行けんすっとな。56メートル70センチ、うん、コロナ、うん、コロナとともに、ウィズコロナ、うん、OK、 OK。 まあ、おにぎかな、こうやっておにぎかな、ぼはいはい、おにぎたけ。あ、バカに竹竿やったっけ、バカに竹竿、あ、バカに竹竿。バカに竹竿。なんかなおでこいなとこ長生きしてるかよ。こいやってな、ここ目印ほら、はい、ここ56メートル70センチ。よっしゃ、な目隠しをします。目隠しをせんな、スイカ割りにならんだよな。なんじゃ見えんど。うん、わかった。なんじゃ見えん。え、いいですか、ほんなら。え、いいですよ。ちゃんと誘導してね。うん、ちゃんとする、あん中では。うん、正義河川力がやな。うん、海はまあ、わかるけど、その、た、何系。ちゃんと誘導してるとこはポスポスってな。危なかで。
ほんでここが倒れくとかよく食えやな。うん、あそばにあよらんで。もうさーち立っちゃった時間だほら。うん、あんなかど。10回回らないかんな。回らんべよかよ。あ回らんべよかよ。回らんべよかどけ。回らんべよかよ。回ってよかど、100回ばっかり回ってオッケーよ。いやもう スイッチを、録画停止して。はいはい、どうぞ。まあまっすぐやな、こっからな、とりあえずはな、うん。そう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 。よし、レッツチャレンジ、人類初、読めたの竹竿でスイカ割りができるか。はい、どうぞ。スタート。はい。はい。まっすぐ。まっすぐ。まっすぐやな、大丈夫じゃ。まっすぐあるんせか、それよかったと思う。うん、まっすぐあるんせか。しか、地面が傾いちょでよ。もうちょっと右側に行かんな。うん、そう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 。ズボンがずんだい来てよ。ズボンがずんだい来てくら。まず、装備うん。あ、あん中ね。これ、ほら、こうせっぴんたまめのせっせい、こう、なんかサーカスですってわいがな。うん。まだな。まだやど。半分の前だけ。うん、半分。ちっとばっかり右せえ行って。もうそれでもよかったどん、うん。あんまり行き過ぎた。うん、まあまあそのまま行って。まずゾービーが手がいたか、もうここは。ちょっと待った。まずゾービー。ゾービーだ、これ。もうこれ落としたらダメージせねえかんな。置いたらダメよち。まあ今日置いたけど、うん、肩に担いじゃきゃ。ああ担いやおかか。それもおかかもに。まず装備ストップ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 。ああストップだ。うん、そっからね、うん、左に30度、左30度。ここばっかりこれアントナまで。うん、あと一本に、そ、まっつもり長さから言って。この長さを計算もせゆっくりやな。うんうんうん。足元を来てから立つ。そうね。うん。ストップ。はい。ああ、そこやな。まっすぐな。ちょっと待って。あ、右に5度。ストップ。はい。竹をまっすぐ下ろすってな。うん、まっすぐ下ろしていいよ。よかな。よかよ。いっと。はいはい。よっしゃ、一発で割ってな。うん、まっすぐ。長さも計算の設定だ。うん、計算のおちょいな。おちょいおちょいおちょい。当たり前やけど。はいはい。よけちょらんだおらな。うん、おは大丈夫やど、おは離れよって。よし、いっと。いけ。はい。いたな。1メートル左にずれた。こうかな。まあとで映像を見てまっすぐ振らんかったちも、これは俺の指示は良かっただと。まっすぐや、うん、まっすぐ落としを詰まったどんな本人だ。ほら、こいこんままだ。こんまま。こんまま。うんうん、こんまま、こんまま。まっすぐ。まっすぐ。まっすぐ。ちょっとこう素振りができるか。素振り。素振り。でくるわ。でくるわけね。めっちゃ上ばっかでよな、こうやってドアズでか。よし。はい。まっすぐ。まあそのままやりゃさっきと同じとこや。あ、右。よし、そこ、まっすぐ、まっすぐ。よか。まあ、やってみて。やってみてっていいのかな。長さピシャ落ちちゃった。どう、さっきんとよっかね、1メートル右へずれようかな。どう、今もちっとばっかりずれちゃうような気がする。右せ5度。5度。はいはい、それでよか、それでよか。よし、まっすぐ、まっすぐ。今。今。はいはい。こんまま。こんまま、こんまま。まっすぐ。よし、重力に。いっと。はい。はい。よし。惜しい。なあ。
だからどなさんの後に30センチ左やった30センチ左だったけよかった。いやいや右、うん、そう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 。まあこれで一回持ち上げてもずるではまたね気をたたいたるわ。気をたたいた、うん、ほら30センチな、うんうん、ほんまま、うん、そのままそのままそのままよし行け、はい、行った行った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 行った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 けど、ああ、すあん風船割れちゅらん。なんでな、おい、いっちゅらよ、うん、わず横音がしたぞ。お向こうに響いて、ね、いい映像が撮れたと思います。ないもせんとに割れっせよ立たせ割れんちゃよほらな割れんねんほらよっしゃ3回3度目の正直やったな。うん、最初こうやったで。ああ、次はこれ。あれ4回叩いたっけ。一回ここも伝えたじゃん。ああ、ほんと。四度目の正直か。まあな、こう、わっぞびや。こう、持ち上げ方からギュッと。わっせえと。今日のために、素振りぐらいして食いかち思ったん。素振りがでくるもんな、こういうのはどうで。まあ、あんやな、一回。一発でやらんな。やっぱりその今ののは今のあのちょっと敗因というか失敗の原因は誘導者がちょっと良くなかったと思う。はい、後で画像を見てドンピシャのツボやったんだよね。あ、まあこれは人間性やろ。やな、曲がってる。対戦相手を募集しようかな。お、なんか言い出したぞ。対戦相手を、ペアで来れる方、カップルでもいいし、この竹を持って歩ける体力のある方さ、ね、あ、この動画を見てくださってる皆さん、あ、まあここ現地まで来れる人だよ。自分でね迎えには行きませんから、来れる人でね、我こそはと体力自信のある方、YouTuber の方でも構いませんし、一般の方でも構いませんし、カップルの方、男が棒を持って女子の方がこう誘導してあげて、これ自信がある方ね、俺にこう対抗できる方、募集しようかな。コメント欄にお寄せいただければ、またこう一回一回勝負でね、どちらか先に割るか勝負してみたいね。これどうですかね、夏休み対決ということで、募集したいと思います。どしどしコメント欄に、我こそはという方ね、まあカップルとかペアですね、男男でもいいし、いや女子はこれモテるかな。まあまあ、まあ自信のある方ですね、しげぞうに対抗しようかなという方いらっしゃいましたら、このコメント欄の方にお寄せいただければ、お待ちしております。どしどしご応募ください。まあということでどうでしたかね、薬屋さん今日は。まあ、成功ということですか。成功ですね。じゃあ5メーター67にしようかな、コロナ。5メーター60、もっと伸ばして5メーター67の竹竿で、5メーター67、567メートルあんまやろうからな、うん、56メーター70センチからスタートして、これでも買ってはもう切らんつせ。いいのいいの、だからいいんだよ、だからいいの。チャイムが鳴り出した、田舎のチャイムが。何時？お昼？12時お昼やな。もう分かっちゃってよ、余計なことやとな、このチャイムは毎日毎日よ。なあ、この中では昼ちわからんしゃわからんだよ。もう腹が減った時めちゃくちゃよかったって。じゃあということでですね、皆さん、まあ本日はまあちょっと成功かな、とりあえず NASA に JAXA に一歩近づいた今日でしたけれども、それでは募集しますんでね、どしどしご応募いただきたいと思います。それでは、しげどうチャンネル田舎者の日常、日常こんなバカなことばっかりやってます。それでは皆さん、またお会いいたしましょう。しげどうでした。